幹事社の方からございましたらお願いいたします。幹事社、KKB から最初に、はい、KAB から質問させていただきます、はい、予算の枠組みに関連してなんですけども、はい、避難所の今後の運営であるとか、震災瓦礫のそういった対応、あとはその熊本城の、応急復旧修理ですね、柱になってくる部分、改めてどういったことに予算枠組みとして生かしていきたいというのがありますでしょうか。今回約190億円に上るですね、補正予算を、可決をいただいたわけでありますけれども、特にやはり被災された市民の皆さんにですね、生活再建、ここにですね、一番つながるようにですね、被災者支援の、対応、それから、応急のですね、対応を含めて、いろいろな緊急的にですね、その緊急的な対応でありますとか、そういう普及関係の、予算にもですね、幅広く、対応できるように、まずは計上させていただいたということでございます。で、今回避難所の設置運営経費でありますとか、それから経済的支援に関する経費ですね、それから農水産業の普及経費等も、計上しておりますので、そういう意味ではですね、これから、復旧のステージがですね、さらに加速するようにですね、今回の予算を十分に活用しながらですね、頑張っていきたいと、このように考えております。各社さんからありますでしょうか。すいません、朝日新聞です、はい。今所管でお話しいただいたことに関連してなんですけども、発災直後の初動の あり方についてで、今日の定例会でも、それから何度かの復興座談会でも、初期の行政のやれることにはこう限界が回り、市民の方の自助・共助も大切だっていうようなことを何度か市長がおっしゃってたのを聞いたんですけれども、そういう役割分担みたいなところで、何に特に行政は初期集中すべきであったのかとか、その辺の考えとか、それを9月の震災復興基本計画でどう生かしていくのかって、今の段階での考えが面白いです。今回議会でもですね、いろいろな所感も含めてご質問がありましたけれども、率直にやはりこれだけのですね、大規模な災害にですね、行政が迅速に、しかもそのニーズに、被災者のニーズにですね、すぐ添えるような対応ができなかったということを率直に認めることが、今後のですね、さまざまな災害に対応する上で極めて重要なことだというふうに思っております。と言いますのも、やはり、行政はあらゆるですね、市民の生命財産を守るという意味ではですね、あらゆるその力を尽くしてですね、そういう対応を取らなきゃいけないわけであります。ですから、私自身もですね、それに向けて一生懸命頑張っていたつもりなんですが、14日の、地震、それから16日深夜のですね、地震、この2回もやはり前例のない大きな地震がですね、今後と起こるということは、地域防災計画のですね、そもそものもう前提がもうすでに見込みが甘かったということであります。そういう地震は来ないというふうに、やはり我々はですね、2回も襲うということをですね、全く予想できなかったということでですね、反省からきちんとスタートをしなければならないというのが、今回のやはり一番、最もですね、この震災を受けてのですね、反省点であります。で、それと同時にですね、行政がやはり何でもやろうとしてもですね、発災当初直後はですね、人手も足りない、それからまずそういう連絡網も含めてですね、それから、情報がですね、把握が十分できないという限界が
あるということが分かりました。ですから今回こういう教訓を生かしてですね、今後じゃあ避難所をどう開設すればいいのか、例えば避難所の鍵一つですね、じゃあ誰が持っていて、どういう形でその、具体的にですね、その開けて運営を開始するときに誰をリーダーとして決めて、そのマニュアルはありますけれども、現実にはなかなかそれがうまくこう動かないということもあるので、そういったことにもですねやはり備えていかなきゃいけない。それと控除だけで全てをやろうとすることがですね、発災直後は難しいということでありますので、やはり自助の部分で市民の皆さんお一人お一人のですね、この防災に対するこの備え、これを十分にしていただくように、もう一度ですねやはり市民の皆さんに徹底してお願いをするということと同時に、やはりこういう時のこの地域の力といいますか、地域での助け合いですね、自分が住んでいる地域での助け合いということ、共助の部分、ここの部分と、そしてその後からですね、体制が整えばですね、控除というのも非常に、ある意味ではですね、効いてくる部分もありますので、そういう点でですね、今回は相当大きな教訓を得たというふうに思っています。まあ、今後はこれらを生かしながら、今実はその例えば、こういう発災した後ですね、避難所の運営も、例えば誰が行くとか、どこの課がそこを担当するとか、そういうことも含めてですね、実はあんまり具体的にですね、できてなかった部分があります。である程度そうこう作られたものはあったんですけれども、それで対応できてない部分に関しては、今回今、我々の方でですね、災害対策本部の方でもですね、いろいろ議論をしているところなんですけれども、そういうどういうあり方にした方がいいのかっていうですね、そういうもう根本からその、災害発災直後のですね、行政のあり方の練り直しということを、十分にやらなければいけない、対応のですね、対応の練り直しというのを十分やらなきゃいけないというふうに、感じているところです。昨日気象庁から発表があって、はい、今後の地震の状況ですけれども、はい、それを聞きになって今市の体制としてはどんなふうになりますか。はい、比較的、今日報道ではですね、もうありましたけれども、少し収束をしていくというような、見通しですね、これが発表されたということはですね、非常に、市民の皆さんにとってもですね、精神的にもですね、随分不安がですね、少しずつ和らいでいく、状況になるんではないかなというふうに思います。一方でまだ1700回を超えるですね、今日の時点で、余震があっておりますので、やはりその見込みは見込みとしてもですね、やはり警戒はですね、我々行政としてはですね、万全の体制を取っておく必要があるというふうに。ただ応急発災直後のですね、やはり緊急的なこの復旧であるとか、そういったものからですね、今度は復旧のから復興へというですね、道筋に入っていくにはですね、今日そういう発表がなされたということでですね、少し私たちもそういう体制のシフトができるのではないかなというふうに。ただまだそれも確実かって言われたら、まだ震度5以上はですね、今よりも強い地震は多分震度6弱は、もうないんではないかというようなことかもしれませんが、やはり震度5クラスの地震、余震がもし起こればですね、やはりすでにもダメージを受けているこの今状態でありますので、今後も十分にですね、注意をしていかなければいけないと思います。また梅雨時期にもう入っていますので、そういう意味では二次災害ということもですね、十分注意しなければならない。逆の意味では違う、災害にもですね、十分に気を使っていかなければならないというふうに思います。じゃあ、マニスさん。はい。
の議会の中でもあったんですけれども、まあ、今回のこの地震を受けて、まあ、当初予定した事業が、まあ、なかなかできなくなるものもあるんじゃないかという話があったと思うんですけれども、はい、次の議会までに第3回までに目処をつけたいということだったんですが、具体的に今こうなんかちょっと難しいんじゃないかというようなものがあれば教えていただきたいんですけれども、まだそこを考えるに至っておりません。ですからこれからまず今復旧とそれから生活再建支援、ここにも今全力を挙げているところですので、まだ避難者の方がたくさんいらっしゃるということ、それから、その方々がですね、みなし仮設も含めてですけれども、仮設住宅への入居もまだ始まっていないという状況であることから考えると、まだその事業の組み直しとかそういったことについてはもう少し後にですね考えるということになろうかと思います。ただ、ある程度そういうことが落ち着いてきますと優先順位というのがですね、ある程度できていきますので、まずは今の優先順位は生活再建支援、ここにですね全力を挙げるという、それから二次災害の防止、ここに全力を挙げるというところで、特別委員会の中でもいろいろご議論がまた17日からありますので、議論が出てくると思いますが、そういう中でも議会ともですね、この優先順位のお話も含めてなんですが、考えていかなければならないというふうに思います。よろしいですか。はい、どうぞ。今日は一部ほどで熊本城の復旧について、熊本市の方が、3年なり天守閣を復旧したいというふうな意思を伝えたということがあったんですけれども、それについてもすでに国の方に伝えられているというような事実はあるんでしょうか。いや、そういう事実はございません。自民党の部会の方で、そういうのが望ましい3年、2019年に、復旧している姿が見れればいいんじゃないかというのは話をされているんですけれども、それについてはどのように感じますか。例えばその2019年というのはラグビーワールドカップ、あるいは、世界女子ハンドボール選手権大会、こういった、熊本にとってですね、非常に世界的に注目をされる大きなイベントがあるということもありますので、さまざまな観点からですね、この3年経った後にですね、こういった大会を開催がされて、そこにですね、復旧復興をしている姿が見れるというのは非常に望ましいことだというふうに思っています。一方で熊本城の再建というのはやはりまだ被害の全貌もですね、はっきりしていないという状況でありますので、当然自民党の部会の方でもですね、いろいろとお話があったとか、あるいは、閣僚クラスの方からもですね、早いその再建がいいよねというようなですね、お話をされているということは漏れ伝って聞いているところでありますけれども、そういうふうにある程度早い時期にですね、こうした姿を見ていただくというのは非常に目指したいところではあるというふうに思いますが、まだ今そこの状況まで至っていないと。やっとこの石垣の撤去ですね、道路にかかっているものの撤去で応急的な、あくまでも今緊急的なことをやっているという状況でありますので、多くの皆さんの望みとですね、やはり実際に熊本市が管理をしているこの熊本城の今の状況からするとですね、やはり相当な時間が必要だというのが我々の認識であります。ただ天守閣についてはですね、やはり多くの方がその姿というのをですね、やはり早く元気な姿を見たいというふうに思っていらっしゃる方がたくさんいらっしゃいますので、それらの普及にですね、ある程度、力を入れるという気持ちをですね、やはりみんな持っていますし、私たちもですね、そういうふうになればいいなというふうに思っていますが、それが時期的にですね、いつ頃かというのはなかなか今、私どもの方からですね、申し上げられるような状況に
からね、いわゆる桜町再開発計画について、はいはい、防災、熊本地震を受けて、熊本市の方から、事業主体の会社の方に何らかその防災上の機能について、なんか要望するとか、そういうような意思は、まずですね、今日一部報道でもあっておりましたけれども、私はこの熊本市の中心部であるこのバスターミナルも含めた、桜町の再開発事業、それから JR の熊本駅、この周辺のこの再開発事業については、やはりこれからの熊本市の将来を非常にですね、元気づけるための重要な事業だというふうに思って、これまで事業としても積み上げてきましたし、関係の事業主体の皆さんともお話をしてまいりました。ただ、この4月14日以前までの状況と14日地震が起きてから後の状況というのは全く前提が変わってしまった。つまりこれだけ大きな、地震がですね、この熊本を襲うというのは先ほど ご質問の中にもお答えしましたけれども、我々が想定しきれていなかったということですね。で、これに対してですね、やはり今後まちづくりを行っていく上では、やはり、そういった防災の機能というものをですね、これはあらゆる場所において、重視しなければならないというふうに思っております。ですから、今後ですね、桜町再開発事業を進める主体の再開発会社の代表の方、あるいは JR 九州の、代表の方、社長さん、それぞれからですね、やはりお話をお聞きしながら、意見交換の中でですね、我々としてはやはり防災機能をですね、高めていただくようなですね、ことも含めてですね、意見交換をしなければならないというふうに思っています。で、実際にはまず我々がやらなきゃいけないことは、そういった再開発事業もそうなんですけれども、全体としてですね、今回の地震によってですね、一体この発災直後何が起こったのか、そしてどういう行動があったのか。例えば駅周辺で言えばですね、ビジネスホテルの観光客の皆さんがどんとこう外に逃げて溢れ出してしまったと。しかし、そういう観光客の方は指定避難所の場所も、あるいは学校がどこにあるかもわからないという中で、駅の近くをですね、がを来たままうろうろされたというようなお話も聞きました。そうなってくると、そういう交通の要衝でのですね、今後の避難の在り方であるとか、避難場所の在り方とか、あるいはそういう先ほど、お話が議会の方でもありましたけど、備蓄の、そういう例えば食料であるとか物資ですね、こういったものがどうあるべきかとか、こういったことは当然今後、そういう大きな事業をやる再開発事業の事業の中ではですね、検討していかなければならない大きな課題だというふうに認識をしています。ということは、いわゆる前提が変わったけども、基本的には将来的には今でも必要だっていう認識はあるんですか？再開発事業というのは町を元気にしていく事業ですから、これは今この後ろでもやってますけれども、下通りの、一部地区のですね、再開発事業、こういったものは民間主導によって当然進められておりますし、今後その桜町の再開発、それから熊本駅周辺の再開発事業というのは、おそらく復興のステージというところまで行った段階においてはですね、極めて重要な熊本の経済のですね、活性化に必要な事業になってくるだろうというふうに思われます。ただ現時点でですね、例えば予算の話も含めてなんですけれども、先ほどの毎日新聞さんの質問でもあった通りですね、今考えられる状況にないということですので、そういう意味ではこれからですね、事業主体の当事者の方々とも意見交換をしながらですね、慎重に考えていかなければならないと、このように考えています。
だけどもちょっとそれぞれ議会1日で終わったんですけど、今度国政の方で参議院選挙がありますので、前回の会見の時は、参院選の争点だとか熊本の目線の注目点をしたんですけど、実際もう今4候補ですね、熊本選挙区で出ますけど、政治家としてどなたか指名される意思はありますか？いや、特段国政選挙に関しましては、私が市長に就任して以来ですね、特段 の、 例えばマイクを握っての支援であるとかですね、そういったことはしておりませんので、各党各会派の皆さんにはですね、候補者の皆さんにはそれぞれ頑張っていただきたいというふうに思っています。それは市長としてですね、そういう各各会派とはですね、東京にでいるということが必要だというふうに思います。一方でですね、政治家として当然のことながら、いろいろなこれまでの長きにわたってですね、お付き合いをしてきた関係というのも、個別にはありますので、そういうことはございますけれども、市長として何かその、応援の演説でのマイクを握ったりということは、ちょうど私が就任した、年、平成26年の12月3日、ですね、この時はちょうど衆議院選の告示でもありましたけれども、この前後でありましたけれども、その期間中も当然のことながら、そういったことはやっておりません。ただ応援のですね、私を支援していただいた熊本県選出のですね、国会議員の皆さん方にはですね、ため書きというものをですね、送らせていただいたり、メッセージを送らせていただいたりということはしておりますが、特段その運動でですね、応援をするということはございません。はい、どうぞ。はい、どうぞ。NHK の石井と申します。はい、先ほど熊本城の話にちょっと関連して重複になる部分があるかと思うんですが、今日の答弁の中でも優先順位を観光資源としてのその考えて優先順位をつけたいということをおっしゃっていましたが、すみません、この天守閣っていうのは力を入れたいというものの一つに入るかということで言えば、それは優先順位が高い方というふうにも言えるんでしょうか？当然それはどういう方法でやるかっていうのがまだわからない状況の中でですね、その今何を優先順位にするかというのはちょっと今ここではちょっと申し上げられないところかなと。希望としてはですね、やはり分かりやすいのはやっぱりこの天守閣が石垣も含めてですけれども、そこに登れるようになるというのはですね、昨日白川市長さん、福島県の白川市長さんにお見えになった時にですね、姫路城の天守にですね、人々が登れるようになったときにですね、ものすごくこの、復興というものをですね、実感したということをおっしゃっていましたので、そういう意味では、そういうふうに早い方が望ましいというふうには思っていますけれども、やはりこれは文化的な価値、文化財としての価値もありますし、また修復のですね、その状況をですね、これをどういうふうにやっていくのかというこの手順の問題もありますので、なかなか難しい点があるのかなというふうに思っています。ですからまだ今のところその優先順位についてはどれということで申し上げるというのではない。いずれただ今後、国県市あるいはそういう学識者の方々のいろんなご意見、それから市民の皆さん方のご要望、こういったものも聞きながら、おのずとですね、この優先順位というのは、予算上の措置でありますとか、そういったことも含めて、固まっていくんじゃないかなというふうに思います。あと、熊本城はその重要文化財というのはそうじゃないところに、いわゆる公園整備できるポイントがあるかと思いますけど、それでいうと、時間がかかるかからないと、おのずと濃淡も出てくるんじゃないかと思うんですけど、その辺についてはどう？そうですね、だから例えば時間をかけてじっくりやる事業、例えば石垣の積み直しなんかでもその場所にもよると思いますけれども、石垣の崩れ方にもよると思うんですが、先日お伺いしたこの白川市の市長さんからのお話によればですね、
あの図面を全部見せていただいた時にですね、石に一つずつその、全く元の状態の石、そうでなく新しくその復元をしたというか加工をした石、こういったものを一個ずつですねやってきたら、ものすごい莫大な時間がかかるということで、5年経った今でもまだ継続中であるということですので、まあ、そういう意味ではあの重要文化財である部分に関しては、特にですねあのそういったものの復元に関してはですね時間があのをかけるという必要が出てくるんじゃないかなと思います。一方でそういうあの復元の櫓でありますとかですね、その天守もあの外観復元の天守でありますので、こういったものに関してはその工法、考え方によってはですね早くできるところもあるかもしれない。他にはどうですか。じゃあ、ありがとうございました。で、